あ、ガソリンいるわ。ガソリン持ってきてほしい。あの、発電に。うんうんうん、ガソリンを持ってくんの今忘れたってことを思い出しながら出発した思い出したけど出発した。ガソリンを持ってきてほしいのと、ちょっと待って、あっち行って何を、まだ電気の配線してないっすよ。とりあえずそれは確かなんだよ。あ、全然配線してないわ。やべ、配線もしてないし、物も置いてないし、まあまあ終わってる感ある。こそこ強いの来ると思うんだよね。気をつけなきゃいけないのは警官と、あの、あいつの爆発。爆発するやつ。でも、うん、そうそうそう、でもあれ来んのかね。さすがにまだ来ないと思うんだけどな。来るかもしれんからね。とりあえず警察を爆発させないようにしないと、いけないっていうぐらいかな。で、鳥対策を今これ現状してないので。ブルーベリーブラント。鳥対策する？まあいいんじゃない。なあ、アホみたいには来ないと思うよ。きっとね。私はなんかちょいちょいこの辺、多分あの爆発とか、でやられるから、修理しながら戦ってるんで。ここで殴ってもらえれば大丈夫かな。こいつも置いとくか、一応。輝くぜ。もう一応置いとくか。あ、ちょ、間違えた。危ない。殴るとこやった。置こうと思ったら逆押しちゃった。始まらないな。さっきから来るかにゃー。多分登ってくるはずよ。えい。いやい、あ、そうだ、しゃがんだこ。うん、そうだね、しゃがんだ方が。緑。痛い。あ、反応してる？あ、してるな。あ、殴るでしょ。あ、まだスイッチ入れるの忘れた。ちょっと待って、スイッチオン。こうやって殴れるんで。あ、警察いる。警察から。待てるな。いけ、なんだ。デモリッシャーいるじゃん。え、マジ？いるじゃん、目の前。ああ、それっすか。これ。デモリッシャーの胸だけ注意で、でも頭を殴って、あ、よし、倒した。うまい。デモリッシャー。あ、でもう一匹いる。気をつけて、胸。胸気をつけて。頭打てばいいんだっけ？頭打てばいい。でも胸以外、胸を使ってるとこ以外。もう、どれがでもいいかわかんないよ。青すぎて。あ、ちょっと待って、修理する。横から何か来た。あれ、あ、おお、入ってきたね。あ、上壊れた、1個ブロック。え、嘘。あ、てか登られんな、これ。そこ抜けてもらって、てか思ったより、あれ、ぐらい思ったより多いね。ちょっと思ったより強いのが多い。でもしかしたら狂いとか言ったけど、全然余裕できたな。さて、修理。あ、でも一緒。あー、最悪。ああ、でも一緒に持ってかれた。あ、あ、やばい、落ちました。逃げます。でも一緒に壊されてた。そうなんだよな、これが一番あかんだよな、こうなるのが。余裕できたね。ああ、なるほどね。アサルトは弾なくなったか。あ、そうなるよね。よく空中に浮いてんな、これ。え、発電死んだ？ん？ビリビリ死んだかなと思って。死んだかもしれんな。
あ、いや、生きてる、生きてる、生きてるな。うん、攻撃手段がなくなった。ちょっと待って、今、作り直す、作り直す。よしよしよし、教えてる。あ、穴が開いてるわ。穴が開いてる、穴が開いてる。おお、びっくりした、ティナさんか。うん、うん、どうしようかな、この辺全部持ってかれた。ここを1個もう増やして。あっ、あっ、やばいって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 、あー、完全崩壊ですね。やばいってやばいって。近くに生いかんな、建物が。あっ、大きな人が死んだ。ピンコバイク、ロックの建物に避難だ。終わった。さーって、とどうしようかな。バウちゃんさん、これが7日目、7日目でちょっと難易度高いとこ行ったら崩壊しちゃった。鳥、あー、バイク、カバンだよね。そうなんだよね、そうなんだよね。バイクとかさ、鳥が追いかけてね、来るんですよね。へへへ。あ、やべ、脳震盪。あ、これまずい。誰もいない。俺の方に寄ってきてるから。ヤコさん追っかけて、追い込まれて。うちの子どこ行った。おそう。なんか大きい建物ないかな。持ってなくてもいいかな。お家はダメだよな。お家は崩されたら終わってしまうからな。おお。うわ、くそ。やべ、私の方に来る。やべ、来ました。心配じゃないんですよ。私の方に来る。当たり前や。肉髪いなくなったって遠回しに。当たり前や。肉髪いなくなってしまったから。んで戦うと。閉じてないか、別に閉じてはいないか。片方閉じるか。おっちょい、遅かったもう。あ、ちょいちょいちょい。はい、こんにちは、警察さん。ほら、うちのお友くん連れてこれたらな。うわー、デモリッシュ。ここか。あ、そ、人たち中通ってきたのね。あれ、猫さんが。あっち、バイクで逃げるね。ちょっとバイクで逃げるね。よいしょ、当たろ。ブレードトラップいったな。そんなに硬いの来ると思ってたが、そこまで準備してなかったんだよな。次は改良ですな。おっと、いた、いたぞ、やつ、いたぞ、デモリッシャー。こやひどいか。ヤコさんが死んだ。全部こっちに来た。全部こっちに来たぞ。大盛況だぞ。とりあえずこれ巻いとくぞ。どうする、限界だこれ。あ、あ、いい。あ、やめて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 。だって私のバイクこれでしょ。ドライブ中。あ、来た、鳥、鳥、やめろ、お前、鳥。ガソリンも入ってないな、もうすでに。あんまり、あれ、やべ、自分が掘った落としたな。びっくりした。これだけは残さないぞ、どんなに攻撃されても。よし、ほっ。
みか。はい。ああ、負けた。クドさん取りそう。声がした。来たー。なんだって？今お家帰ろうかなと思ったんだけどダメかな。お家のすぐ隣です。ここ足音はする。いた、おぴな様いた。よよこさんどこ？あっちか、あそこか。いたいたいた、あれだ。いて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 、いつ来たのお前。うわー、足音とかするからさ、足音とかするからそっちいるんだな。なんですよ足音が。ほら。クドさん横向きだと軒の部分越えやすい気がする。ああここまで来てるね。なるほどね。まあセブンデイズはトラブルがあるあるやからな。どうだ。こう落としてない。足音をしてたのはにゃんこさんの方に足集合してるやつが。90分だからかな。あのコード長いのは60分じゃないです。おっちょ、こんにちは。それで何だろう、こっち来るんだ。おっ、転がってきた。普通にあと4分よ。バイバイ。ママが登ってきたよ。あー警察いるよ。あ、ヤンコさんの方にあれだな、爆発矢打つね。僕のお家大丈夫ですか？それちょっとわかんないっす。危ないっていちょっとわかんないっす。でもそこ多いから。多いから倒せばいいから。言わせないでごじゃる。助けてあげるね、かっこなんかこの苦しみからみたいな感じで。助ける、なんか助けるの字がなんか変わってそうでござる。まあそういうこともあるよね。こっちはこっち忙しい。こっちはこっちちょっと登ってくるね。ちょこちょこね。バウちゃんさんなんか別芸のようだ。おーおーおー、別芸じゃないでしょ。セブンデイズといえばこれでしょ。いっぱいいるでござる。いっぱいいるでござる。立てくれ。助けてるよ。助けてる。あー、私の方に全部来た。私の方に全部来た。ちょっと待って。私の方に全部来た。爆発させてたら。俺が離れたからじゃないか。え、どこ行った？ちょっと離れた。あの家の下降りてたっけ。大事するわよ、にゃんこさん。まあまあ。お、弓返しなさった。胸刺さってる。家の中にね、まあいたからさ。やばい。また中途半端だ。うわ。しゃがめば届く。しゃがめば殴れる。そっち届かも。ちょっと OK?オッケーだな。なんかいるな。でででで で, で足切れてる。あ、私の爆発で持ってかれたかな。ゲイ。いや、あそこのさ拠点からさ、うちの子拾って。
うちの子掘り出し来てよ。めっちゃハンモック。ああ、なんか埋まってるとか言ってたね。これってさ、うん、俺広いの、ちなみにこの、どれ？この落ちたアスレチハンモックも。あの、拾えないの？ハンモアスレチか。え、なんか拾うってあれが出てこないんだけど。マジ？あとは、なんかやる気ないんだけど、こいつも。あの、普段だったらモニョーン、モニョーンってやってる。え、私見たとき動いてたけど、まだ。いやもう全然もうやる気ない、落ち込んでるよ。落ち込んで壊れてる、あ壊れてるんだ、それ修理しないとダメなんだ。めっちゃしょぼくれてる。で、あとインタラクトもできないんだよね。だから、あーじゃあ私が拾いに行かなかんのか。あとね、すぐ横にクマちゃんおるんよ。人が近くにいないとしんなりしてるね。わら、あそうなんや。私が近くにいないと元気なくなっちゃうんや。そうなんすね、知らんかった。そういう仕組みなんや。なもんか、とりあえず行こう。早い早い、やっぱり早いね。ね、あとは数値さえあれば完璧なんだけどな。いますか、私たちの崩壊した、あそうだ、アスレッチハンマーク拾っていかんかったのにスペースがない、まあそうだね、スペースがないんだけど、もう泣いてる、もう泣いてるって今きっと。スペースがない、後で迎えに来るって言ったのに全然来ないじゃんって言って。スレッチハンマーくんが、でうちのスレッチハンマーくんが、うちのスレッチハンマーくんが動いてたのにって言って、スレッチハンマーくんが動いてる動いてる動いてる、無所持品がいっぱいですって言われた、ごめんな、お前もうちょっと待っとって。本当だ。ベケーさんは死んだ雪山だ。ほら、落ち込んでる。落ち込んでる。私が離れたら、にゃんこさんのとこに入るかなんか。入らんよな。あ、入った。なんか入った。65ベケーさん何が起きたわら。え？大倒壊した。